ラインムーズ川デルタの一部の衛星写真。ドルトレヒトとワナナドルトレヒトは、オランダ、南ホラント州の都市及び広域自治体。ドルトレヒトとも、自治体はほぼドルトレヒト当然域を占め、島はキューマース川など多くの河川と隣り合う。ドルトレヒトの氏名は、サイヤーという川の名前にちなむ。中部オランダ語では、ドレクトは、通路を意味する。 一部の川の文献では実際はサードレスと呼ばれていた。ドルトレヒト市民は自分たちのことをドルトケナレンと呼ぶ。また、市は非公式にはドルトと呼ばれる。社肉祭の間、ドルトレヒトは VEN ラムスガートという架空の街の名前で呼ばれ、住民らはシャパンコパンと自称する。年中、観光客は羊に関係するお土産を購入可能である。 この名前の語源は、税金支払いを避けることについての古い伝承に由来する。17世紀、ドルトレヒトへ持ち込まれる肉、または肉牛には課税されていた。二人の男たちが当時、死壁外で買うことのできた羊を紛争させ、人に似せようとした。三人の男たちは、死壁の門を通過した時、羊がめいめい泣いたために、羊だとバレてしまった。ドルトレヒトは、 トゥレ川沿いのデータン沼の真ん中に形作られた。この川は、ドゥッペル川の支流で、おそらく現在のビッグイーウンホフ近郊を流れていた。1049年、初めてドルトレヒトの名前が記載された。ディルク四世博がその年、サードリッチ近郊で殺害されたのである。1220年、ドルトレヒトは、コラント博ウィレム一世によって、死の特権を授かり、 ゴラント州最古の種となった。1253年、ラテン語学校がトルトレヒトで開校した。この学校は、現在も、ヨハンデ・デウィット・ギムナジウムとして現存し、オランダのギムナジウムで最古のものとなっている。1600年から1615年、ヘルハルト・ヨハン・ホッシウスがこの学校の校長を務めた。1421年4月17日、シント・エリサベト・洪水で、 南ホラント大部分が水浸しになり、この洪水のせいでドルトレヒトは島となった。洪水による死者は10万人以上に上った。戦略上重要な位置から、死は重要な市場都市へと発展した。ワイン、材木、そして穀物が第一に取引された。ドルトレヒトの眺め、アルベルト・カイプが1868年以降のドルトレヒト都市図1572年。 ゴラント州選出のすべての都市の代表者らは、ドルトレヒトにおいて、スペインからの独立を宣言し、誕生したばかりのオランダ独立国家の指導者として、オラニエ公、ビィレム沈黙公を承認した。1618年から1619年にかけ、重要な教会会議、ドルトレヒト会議が開催され、政党派、カルバン主義者と民主的アルミニウス主義者の間で、 進学上の議論がなされて内戦の瀬戸際に国が立たされた。1632年のドルトレヒト進行告白の公式化の結果、アルミニウス主義者が打ちまかされた。1780年から1787年に、かけ、ドルトレヒトはオラニエナッサ受けによるオランダ総特色の世襲を除こうと計画する愛国主義者の党派の本拠地となった。オランダは結局、 事実上共和国となったのである。その後すぐ、さらに多くの都市がこの流れに従い、オラニエコウウィレム5世はイギリスへ亡命した。しかし彼の義兄である、プロイセン王、フリードリヒビルヘルム2世は、ウィレム5世支援に動き、1787年9月18日、ドルトレヒトは、プロイセン軍に攻略された。愛国主義党は敗退し、ウィレム5世が、総督職に返り咲いた。 18世紀、ドルトレヒトの重要性が薄れ始め、ロッテルダムが変わってこの州の主要都市となった。しかし数世紀にわたり、ドルトレヒトはオランダ防衛における鍵を握る地であった。20世紀に入ると、軍事区が集められた。1939年8月の動員の間、不評隊と不評隊が島を防衛するためドルトレヒトへ派遣された。 1944年から1945年にかけての第二次世界大戦末期、ドルトレヒトと周辺地域は抵抗軍の間の中間地となっていた。占領軍と解放軍それぞれの地域の間の境は、ホランスディープ川に沿っていた。1970年、自治体、ドゥッペルダムと自治体スリートレヒトの南部がドルトレヒトと合併し、ドルトレヒト島が一つの自治体となった。 ドルトレヒト経済は、造船業、木材業、製鉄業が基盤となっている。市は、オランダ第6位の開港を持つ。ドルトレヒト島で最大の雇用主の一つは、9つの工場を抱え900人を雇用している、デュポン社である。ドルトレヒトは、市経済を製造業から、さらなるビジネスサービス業へ移管すべく、地域経済を活性化させる、新たな大掛かりの展望を計画中である。 ありがとうございます。